バトルグランプリ。日本でも根強い人気の F1 を題材としたレースゲームです。スーパーファミコンのスペックを活かしたリアルなグラフィックと二人同時プレイが本作の大きな売りだと思いますが、オンラインプレイなんてまだまだ未来の当時の据え置き型ゲームにおいてマルチプレイでの最大の問題は画面をどう映すかで、マリオカート等は上下に分けたりしていますが、本作は何を思ったのか左右に分かれています。結果左右の視認が非常に難しく、カーブを曲がりきれなかったり、ライバルの車と激突したりが頻発してしまうという事態に陥ってしまいました。ある意味、バトルというタイトルの意味を回収しているようにも感じられますが、同社初のレースゲームということで、意欲的作品とも受け止められるかもしれませんね。ナグザットスーパーピンボール。ジャギクラッシュ。ジャギクラッシュという、凄まじいインパクトのこの4文字熟語。邪気破壊ではなく、邪気クラッシュと読みます。文字通り邪悪な鬼をクラッシュするという、ストーリーの本作ですが、ゲームとしては非常に真っ当で、今なら Windows のアクセサリーに、ついていそうな、極めてスタンダードな、ピンボールゲームとなっています。しかしゲームとしては、ひたすらに得点を稼いで、カンストを目指すという、非常にストイックなものとなっており、前述の通り何の変哲もない、ピンボールゲームなだけに、黙々と球を弾いて、得点を稼ぐという、地味なゲームとなっています。何かしらイベントとか、ストーリーがあればよかったのですが、普通すぎるがゆえに、飽きてしまうという、ちょっと残念なゲームですね。ドラボッチャン超魔界大戦、PC エンジンで発売された、前作に引き続き、ナグザットのマスコットキャラクターである、ドラボッチャンが主人公の、アクションロールプレイングゲームです。人間界とは異なる魔界では、ドラキラや、ヴァン・タレラ、オー・ワルサーの、3人の王様が千年周期で、魔界を治めていました。しかしある時、オー・ワルサーは野心を抱き、ドラキラやとヴァン・タレラを倒して、2つの国を征服してしまいました。そこでヴァン・タレラの姫、カミーラは、ドラキラヤの王子様である、ドラボッチャンに助けを求めた、というストーリーになっています。ゲームとしてはゼルダの伝説のような、見下ろし型のアクション RPG と、なっていますが、同作と比べると、謎解きや寄り道要素がほとんどオミットされ、さらにストーリーも、非常にコミカルなものとなっており、子供でも楽しめる、優しい作品となっています。
格麻雀、テツマン。中国発祥で世界的にも大人気のテーブルゲームである麻雀。コンピューターゲームの黎明期より、幾度となくゲーム化が進められ、脱衣要素をはじめとした様々なギミックが追加され、人気を博してきました。この本格と銘打った作品は、2対2で戦うことが可能となっています。とはいえ、麻雀放浪記のコンビ打ちのように、牌を交換したり、投資をしたり、というものではなく、プレイヤーか相方のどちらかが、1位を取れば勝利できる、というものです。しかしイカ様こそなくても、コンビ打ちが可能というのは、1画面しかないスーパーファミコンで、麻雀のマルチプレイが可能、という大きなメリットがあります。お互いの敗退やツモを見て、あれを泣かせ、これを流せと、指示し合うのは、一人打ちとはまた違った面白みがあるのではないでしょうか。スーパーナグザットオープン。PC エンジンで出た前作に引き続いて、至極真っ当なゴルフゲームです。ナグザットオープンというだけあって、登場キャラクターに、同社の看板キャラクターの、ドラボッチャンが、出ていたり等の、オリジナル要素があるものの、基本的なシステムは、ファミコン時代の、ゴルフ、と、変わりません。ただ、ややボールの飛び方に癖があったり、グリーンが滑りすぎるのが、たまに傷といったところでしょうか。また、通常のゴルフが楽しめる、ナグザットオープンとは別に、特殊能力を使用できる、ドラボッチャンオープンというものがあり、こちらは様々な効果を発揮できる、アイテムカードを使用することができます。ゴルフに特別な思い入れがなかったりする、お子様はこっちの方が、楽しめるかもしれませんね。ホーリーアンブレラ、ドンデラの無謀。週刊少年ジャンプで連載されていた、マジカルタルルウト君でおなじみの、江川達也先生がキャラクターデザインをした、ということで話題となった、アクションロールプレイングゲームです。主人公の少年、ケンイチが、突然の雷雨の最中に拾った傘を開くと、異世界に飛んで行ってしまった、というところからストーリーが始まります。飛んでいった異世界、マージェンスでは、悪のドンデラ軍団が大暴れしており、そんな中でケンイチは、元の世界に戻るための聖なる傘を、探す旅に出ることになります。傘を使った豊富なアクションと、生き生きとしたキャラクターの描かれた、ロールプレイングパートが、大きな売りとなっています。また、スーパーファミコン末期に、制作されたゲームだけに、グラフィックも美麗なので、楽しめる作品と言えるでしょう。
プリガンパワード、ぷよぷよで有名なコンパイルが、PC エンジンで展開していた、精霊戦士スプリガンシリーズの、3作目となる本作は、プラットフォームも発売元も変えての、登場となった作品です。通常ショットとためショットを駆使して、敵を打ち倒していくというスタイルの、シューティングゲームで、そのグラフィックの美麗さと、3作にまたがるストーリー性や、キャラクター性に注目が集まりますが、本作の要素の一つに、リスキーテックというものがあります。これは敵の弾をギリギリかすらせることで、得点ボーナスを得られるというものですが、後の弾幕ゲームでは、多く実装されている仕様ですね。それを90年代中頃に、実装していたという点は、大いに注目すべき点と、言えるのではないでしょうか。しかしスプリガンファンからは、不評なゲームでした。